第 ISS 装甲軍団、ライプシュタンダーで SS アドルフ・ヒトラーもしくは第 ISS 装甲軍団とは、第二次世界大戦中、ナチスドイツ武装親衛隊に所属した部隊のことであり、西部戦線、東部戦線で活動した。軍団は1943年6月26日、ベルリンのリヒタフェルデで編成され、最初の招集は占領した、ベルギーのベベルローにある演習場で行われた。 この編成により、パウルハウサー新衛隊大将の番号のない SS 軍団はダアイアイ SS 軍団と解消された。そして、第 1SS 総攻士団、ライプシュタンダーで SS アドルフ・ヒトラーの士団長を務めていたヨーゼフ・ディートリヒが軍団最初の司令官に就任した。第 1SS 総攻士団はディートリヒにちなんで鍵をインシグニアにしていたが、 軍団においても使用されることとなった。1943年8月、軍団はイタリアのメラーノへ移動、そこでイタリア軍の武装解除に参加した。武装解除終了後、軍団は訓練を続け、後にイタリア北部においてパルチザン総統活動に散発的ながら参加した。1943年12月までに訓練が終了。 作戦活動ができる状態になったと判断され、司令部はブリュッセルに設置された。1944年4月部隊はパリ西部のセトゥイユへ移動そこで第 1SS 装甲師団、第 12SS 装甲師団、ヒトラー有言と装甲共同士団、第 17SS 装甲敵弾兵士団、ゲッツ・フォンベルリヒンゲンが配属された。そして軍団は、 西部戦線の走行予備として、西方走行集団に配属された。この頃、軍団には名誉称号、ライプシュタンダーで SS アドルフ・ヒトラーが与えられた。連合軍によるオーバーロード作戦が発動され、連合軍がフランスへ侵入を開始すると軍団は、ファレーズへ送られた。軍団は、カーン地域を保持することを命令され、オーティ・ビューロン、 カルピケ飛行場周辺で激戦を重ねた。ミハエル・ビットマン率いるティーガー戦車隊がビレル・ボカージ村でイギリス軍の装甲部隊の進撃を撃破したことにより第 101SS 銃10戦車大隊は有名になった。軍団はイギリス軍によるエプソム作戦及びグッドウッド作戦を停止させる主役を演じ第 17SS 装甲敵弾兵士団ゲッツフォンベルリヒンゲンと、 総公共同志団は参道でアメリカ軍の進撃に対し攻撃を仕掛けた。アメリカ軍によりコブラ作戦が発動された後、軍団はデュティヒ作戦に参加するよう命令された。軍団の残存部隊はファレーズポケットに置いて包囲され、そこでドイツ軍の脱出路を形成するために激戦を交わしたが、その際に戦車や 装備のほとんどを失うこととなった。ファレーズポケット内のドイツ軍の殲滅と戦線の崩壊の後、軍団はフランスドイツ国境への撤退戦に参加した。1944年10月初旬、軍団はベストファーレンで休養と再編成のために最前線から引き抜かれた。再編成されたことにより、12月前半には軍団は完全となった。そして、 バクト・アムラインというコードネームの大規模な攻撃、いわゆるバルジの戦いのために備えて、ヨーゼフ・ディートリッヒ率いる第 6SS 装甲軍に参加して、アルデンヌへ向かうよう命令された。戦言部隊として、軍団配下の第 1SS 装甲士団、ライプシュタンダーで SS アドルフ・ヒトラー所属部隊から編成された、パイパー戦闘団が主役を演じた。数週間に及ぶ、激戦の後、 軍団は燃料供給が不足し疲弊していた。そのため攻撃は中止され、軍団は第 6SS 装甲軍全体とともにハンガリーへの移動命令を受けた。1945年3月6日、ドイツ軍は春の目覚め作戦を開始した。軍団は第 6SS 装甲軍の左翼を担当したが、進撃は丁寧化した大地のためにすぐ停止。 初期の成功にもかかわらず、攻撃は激しいソビエト赤軍の反撃により停止した。軍団はダイアイボス装甲軍団の支援のために交代し、同軍団の左で聖ケシュフェヘルバール近辺で激しい戦闘を行った。3月15日、ソビエト赤軍はウィーンへの攻撃を開始、この攻撃により隣接するドイツ第六軍の戦線を突破され、南の戦線すべては ウィーン方向へ交代せざるを得なくなった。軍団は散発的な反撃に関わりつつ、ハンガリー、オーストリアを通過して撤退。最終的には1945年5月8日、アメリカ軍に降伏した。ありがとうございます。